こんにちは、ルシンです。今日やるのはこちら、チュッパチャップススクイーズマスカット2。あ、2、1なんだろう、わかんないな。2なんですね。ゲームセンター限定ですね。あの持ってる人の手の爪がすごい綺麗じゃないですか。まあすごい綺麗ね。あの刺激とか全然なくて、うん、いいな。はい、ちょっとねハスキールチルですが、今日も頑張っていきますよ。それではルーレットスタート。あ、1000円、1012回ですね。あ、じゃあ全部取れたかもしれないね。はい、ということで早速やっていきましょう。じゃあ1回目スタートです。じゃあ私まずあの一番右のグリーンアップル狙う。あのさ、輪っかがあるじゃないですか。輪っかにね、ちょうどね、アンモが入るかなって。あ、惜しい、めっちゃ惜しない？惜しい。まあでも待って、この子たちが前に行った。で、私はね、輪っかに引っ掛けて取りたいの。なんか日替わり。はい、じゃあ2回目いきます。来た、うまい。さあ、あ、え、あれだね、あの頭を狙わなきゃダメなんですね。3回目です。レッツゴー。みんなチッパチャップだとさ、何味が好き？私なんだろう、最近チッパチャップ食べてないから分かんないな。ああ、はい、4回目いきます。ちょっとグリーンがさ、めっちゃ奥に行っちゃったんだよ。いや、私こういうね、奇跡の取り方をしたかったんですよ、本当に。5回目いきます。左いった、左のアームで閉じる力に取れるかな。あ、ここまでいかなかったわ。もうちょっとね、左に行く予定だった。多分これで転がって、よし、OK。 6回目いきます。そっか、待って、緑アップル来た、うまい。だけど、え、動かないんだ。頭狙わないと動かないですね。待って、これさ、取れないで終わるかもしれないよ、全種類。おお、いい感じに前に来ていますよ。これの後ろに行く予定だったの。あ、全然動かなかった。あ、待って、無理やん。あと1回で取れる気がしないですね。え、頑張れ。え、もうあのキャンディーたちが全員5本取れてくれない限り無理。はい、それで、ね、じゃあラスト1回です。あ、でも惜しくない？惜しい。レモンとラムネのチョコチョコスです。はい、チョコで、ほー。皆さんも見つけたらやってみてくださいね。以上、レモンでした。バイバーイ。